ょっと待ってもらっていいですか。え、ただの食レポだったらつまんないんで、はい、え、これ全部選手に例えてください。ホークスの、え、選手、はい、もしもがっつりパンチのあるなって思ったら柳田選手みたいですね。あー、なるほど。あのホークスを、味、いろんなことを選手に例えればいいってことですか。全部パンチのある感じですよね。で、 でもね、みんなクリーンナップ打てそうな、全部こうね、もうスタメンって感じですよね。いただきます。どれからいこう。じゃあまずやっぱこちらの大人気の A5 ランクの宮崎牛贅沢弁当から。これ贅沢すぎません？だって贅沢ってことだもんね。よいしょ。じゃあまずはこちらの脂が乗ったジューシーそうなお肉をいただきたいと思います。いただきます。当たり前に美味しい。柔らかい。うわ、美味しい。こっち甘みもあって美味しいな。この肉肉しいって誰だろうな。やっぱ私のイメージでは肉肉しいっていうのは森唯人投手、うん、ちかすき焼きベースなんですよね確か。甘さもあるので、やっぱ森唯人投手ってすごい、やっぱマウンドに立ってるともう守護神だしかっこいいんだけど、なんかこう練習風景とか見てるとね、やっぱちょっとおふざけしたり後輩をちょっといじったりして可愛いところもあるじゃないですか。そういうところが、まあ、ちょっとゆいとさんに出ますね。このお弁当はどうですか。こちら肉山さんのロースステーキ丼いただきたいと思います。みんな好きだし女性の方もすごい好きですよね。まずどれくらいのロースステーキなのかいただきます。女性が食べても全然もう重くなくすんなり食べれると思います。醤油がベースになっておりまして、それもやっぱさっぱりしてすごく食べやすくなってます。今パッと思い浮かんだのは上林くん。おお、まあ、ライト守ってるからライトなんかライトな感じでもあるし、なんか上林選手ってやっぱすごい見た目一見クールじゃないですか。クールなんだけど、なんかこの持ってるもその能力だったり、うちに秘めてる思いとかはもうすごく誰にでも誰にも負けないぐらいの熱さがあるなって個人的に思ってるので、こうなんて言うんでしょうね、そのさっぱりした味なんだけどもちゃんと肉の味を殺さないっていう、そういうね、なんかこのクールなんだけど熱い、さっぱりなんだけどちゃんと肉が肉肉しくて美味しいってところが、そうなんか上林くん似てるなと思いました。それでは今からこちらの昆布サラダフレンチトーストをいただきたいと思います。まあ、でも昆布サラダなのにフレンチトーストが入ってるんですよ。どういう味になるのかっていうね。甘いよ。やっぱフレンチトーストです、これ。で甘くて、でこの昆布サラダのドレッシングがもういい感じに酸味があって、その甘酸味みたいな。私もうこれを食べるにあたっても決めてました、デスパイネ選手です。デスパイネ選手ってお肉バーベキューが好きだったりしてお肉のイメージがあると思うんですけど、でも彼って実はアボカドがめっちゃ好きなんですよ。アボカドをなんかカレーライス食べてる時、食堂で選手食堂かなんか食べてる時にカレーに絶対なんかアボカド入れるみたいなお話をなんか取材、なんかテレビの取材で見て、アボカド好きなんだ、意外とそういう健康ね、健康気使うんだと思って、まあそれはそうですよね、選手ですからね。だからやっぱアボカドといえばデスパイネ選手のイメージが強くて、デスパイネ選手可愛いじゃないですか、はい、やっぱファンの方からもね可愛いって言われてるし、このフレンチトーストの甘みというところもその可愛さをイコールデスパイネ選手っていう感じで、これもデスパかなっていう。食べてほしい。デスパイネ選手にぜひ
あえてデスパラこれは。続いては肉山さんのカレーです。こちらね、まかないカレーということで交流戦限定のカレーとなっております。ぜひ一つずつ食べていきたいと思います。こちらはお肉が乗ってますね。でもこれさ、絶対美味しいもんね。いただきます。うん、あ、ちょっと辛い。でも福山さんのカレーってこんな感じなんだ。なんかちょっとこっちにあのスパイスがカレーの中に入ってて、すごいピリ辛な感じで、あ、これ美味しい、あ、これだから人気なんだっていう。続いては串カツが入ったこちらのカレーです。ちょっとつけて、うん、中身がすごい、あ、美味しい、これちょっと美味しいしか、ハムカツです。もうていうかこの串カツだけでもすごく満足できるぐらいのボリュームだし、これご飯とお肉、ご飯とカレーと一緒に食べるともう贅沢なカレーだなと思います。こちらシューマイカレーです。シューマイがね3つ乗ってます。さあ、これシューマイとカレーってさ、食べたことないけどどうなんだろう。うまっ。これ福神漬けめっちゃ合う。おいしい。このシューマイはですね、あ、これ揚げてますよね、このシューマイ。揚がったシューマイが入ってて、まあ、もうシューマイ自体はもうね、普通にもう当たり前のように美味しい。で、それにこのカレーのスパイスがすごく合う。もうこの美味しさ、満足度、何かに似てるなと思いませんか。そう、クリーンアップです。おお、さすが3つ。そう、もうこのね、もう見てても楽しい、食べても美味しいというところがやっぱクリーンアップに通ずるなと思いますので、こちらのカレー、柳田、松田、内川、もうホークスのねクリーンアップといえばこの3人を思い浮かべると思うんですけども、もうこのギータのパワフルなところがだったり、マッチの熱くてね熱いところ、そしてウッチェのこのもう本当に惚れ惚れとする職人技のねバッティングセンスとか、そういうところがですね、もうこの肉山さんのまかないカレーには備わってるなと思います。もうカレーはいつでもコンコースにありますので食べれますので、もうとにかくね、そのお肉も美味しかったんだけども、とにかくカレーが美味しい、カレーのスパイスが本当に美味しいんで、ぜひ肉山さんのカレー食べてみてください。さあ、続きましてはこちら、今宮選手の和風ハンバーグライスバーガーです。これすごくないですか。かき揚げとハンバーグがとトマトもねスライスされてますけど、かなりボリューミーですよね。そうですね、これはもう今見、はい、今見なんで、じゃあいただきたいと思います。え、開くかな口開かない。もうすっごいパンチ。あ、でも、あ、でも逆にライスだから食べやすい。うん、うんうんうん、ハンバーグもジューシーですごく美味しいですし、かき揚げもかき揚げがあるんだけど、なんかこれ見た目すごい重そうに見えるんだけど、やっぱライスのおかげでなんかそこまで重く感じないです。プロデュースグルメ、続いてはこちらです。千賀投手のあまおうスムージーです。
これはねすごい可愛いですね。見た目もピンクでね、なんか千賀投手がアマオが大好きみたいで、そちらでこのスムージーが作られたということですね。うん、あ、すごい果実の粒々が、いちごの粒々がすごいたくさん入ってて、ほんいちごを飲んでるみたいです。で、味も濃厚で甘くて、さすが甘王っていう感じ。続いては選手プロデュースのこちらのメニューです。海選手のオムキャノン、ね、この海選手といえば海キャノンですけども、その海キャノンをもじってオムキャノンというメニューを出されております。キャノンをいただきたいと思います。いただきます。もう美味しい。オムライスはもうふわとろの卵にデミグラスソースがね、5歳とか、5歳、その頃プレーしてたホークスの選手は、でも5歳の時とかはもうよく分からず行ってたんですよね、うん、でもよく応援席で見てたんですよ。私はライトスタンド、レフトスタンドで、うん、大道選手が目の前にいました、うん、短い。それででも推し名は違ったんですよ。推し選手は誰だったんですか。推し選手は井口忠人選手が、ロッテの監督、もうすごい好きです。ロッテの監督になってますよね。もう井口選手がすごい好きで、あのボードとか作って、うん、もう井口って書いて、あのお弁当食べてた。そうだ、誰々プロデュースとかのお弁当食べてました、うん、時は今みたいにこんな豊富なメニューなかったし、うん、それこそカフェメニューみたいなおしゃれなご飯も多いじゃないですか、うん、もう私がもう覚えてる記憶はもう何、チキンナゲットとかフライドポテト、うん、あとは本当プロデュース、うん、選手プロデュースのお弁当しかなかったイメージなので、今本当にどこの球場よく行くんですけど、うん、他の球場もすごいグルメがたくさんあるし、でも特にやっぱヤフオクドームのグルメは本当日本一だなと思います、うん、だってそう、今おっしゃって気づきました。もう普通に食べてたけど、うん、ふわとろのオムライスなんて食べれないじゃないですか、うん、ねえ、なんかちょっと熱くなってるけど、うん、そうなんですよ、やっぱり、ね、本当にカフェみたい。なんか皆さんがこう温かく作ってくれるご飯を見ながら、うん、食べながら野球が見れるってすごいいい環境だなと思います。今はだからコンコース歩いてるのがすごい楽しいんですよね、うん、ヤフオクドームは、うん、特に選手プロデュースのメニューも本当に豊富だし、うん、どのメニューも美味しいから、うん、なんかその、なんだろう、一回来たじゃもう満足ができないっていうか、うん、そのもっと来て、うん、いろんな選手のプロデュースメニューを食べたくなるなって思います、うん、何回も来たくなるなっていうコンコースだなと思う、うん、本当に。